んにちは、MC の橋下美好です。今日の企画は20代メンズ必見、クリスマスデートに着てほしいコーデ、ぶっちゃけ女子トーク。ということで、本日は青木キャンペーンモデルの小杉玲子さんと、キャンキャンスタイリストの田辺沙織さんにお越しいただきました。ちょっと頭がクリスマス仕様になってますね、皆さん、ね、もう浮かれてますよ。はい、ということで今日はですね、このチャンネルでもおなじみのスタイリストの吉野誠さんに3つのコーデを組んでいただきました。デートプランによってコーデも大きく変わると思うので、どんなねデートにお洋服を着ていこうか迷ってる男性の方は必見だと思います。私は自分がデートに行くならどうかなっていうのを考えながら見ていこうと思います。いいねいいね、楽しみ。確かにどんなコーデなのか楽しみですね。はい、それではどうぞ。まずは1着目、シーンはクリスマスマーケットデートということなんですけど、お二人は男性にどういったコーディネートで来てもらいたいですか？でもやっぱりクリスマスマーケットやから、はい、やっぱ無難なこう色とかじゃなくて、ちょっとこう明るいカラーとか、クリスマスらしい、やっぱりザ・クリスマスみたいなコーディネートだとこうテンションが上がるかも。確かに、なんかまあクリスマスだからって言ってこう赤すぎるのもちょっとって思うから、あ、まあね、まあね、でも要素にちょっとクリスマスが欲しいなみたいな、控えめにでも入れてほしい。全身っていうよりかはちょっとポイントでね使ってもらうとね、おしゃれテクという感じですよね。え、みゆちゃんは、みゆちゃんは私ですか、でもちょっとダンディっぽさも入れてほしいです。おお、ダンディっぽさ、なんかやっぱ男性らしさみたいな、ちょっとキュンみたいなポイントもちょっとあったらいいななんてちょっと思ってます。あ、いいね、はい、楽しみです。ワクワクですね。ワクワク、はい、では登場していただきましょう、どうぞ。こちらのコーデのポイントなんですけど、テーマが特別な日限定のちょこっと格上げコーデということですね。ポイントはクリスマスなので、各アイテムを普段のデートより1個ずつ格上げし、カジュアルすぎないものを選んだ暖色系の明るいニットで、気分も明るくワクワク感を演出されたそうです。素敵ですね、確かに明るめのニットが入ってるけど子供っぽくないですね。合わせるアイテムの多分色とかすごくいいですよね。ね、ね、はい、なんかあの勝手にそうザだったらさ赤とかになるのかなと思って、確かに赤だとちょっとなんかこっぱずかしいなって逆に、ね、逆にね、ぶっちゃけ女子トークですね。若干だってさ、クリスマスの時にさ赤いニットセーターとか着てサンタ来ちゃったみたいな、サンタ来ちゃった言って黒とか茶とかだとさ、あ、ちょっとつまんないなみたいな、いつも通りだなって思って、このねちょっとややこしいわがままな女子心をこう絶妙にね叶えてくださって黄色ってやっぱちょうどいいね、おしゃれだし、確かに肌なじみもいいし、顔周りもパッと明るくなるので、しかもなんかちょっと特別感があって素敵ですね。そこを小物とかアウターでネイビーで締めるっていうのもいいですよね。思いました、なんかね、このネイビーのね、マフラーとのこのコンビネーションすごいおしゃれですよね、はい、黒になっちゃうと結構重たくなっちゃうのかなと思って、ネイビーはちょっと絶妙だなって私の中でちょっと好印象でした。同感です。同感ですか、はい、同感です。同感ですか。お、もう早速女子の中でポイントが高いコーデですね。しかもなんかやっぱりさ、クリスマスマーケットって結構寒いのにさ、なんかちょっとこうカッコつけちゃってこうジージャンとかペラペラのさ、あのライダースとかで現れたらどんな彼なんだよって感じだけど、ちょっと寒くないのって、確かに、なんかそれかっこいいけど、そのライダース、レザーのライダースかっこいいよね、でも寒いでしょみたいになっちゃうけど、ダウンでね、しかもカジュアルすぎず、ちょっと高級感があるダウンっていうところも、なんか余裕のある大人って感じがする。そうですよね、シーンに合わせたコーデだなと思いました、ちなみに靴下見ました？思った、可愛いですよ ね、やっぱり女子ってそこ見るんですよね。わかる、ちゃう、わかる、めっちゃおしゃれですよね、さりげなくこう色物のボーダーというか、ね、入ってるのもすごいおしゃれだなって思います。このソックス使い、確かに普通に女子でも真似したいなって思っちゃう、なんかおしゃれな人だなってイメージ、あとは私的にいいなと思ったのが、この軽めのダウンなのに下重めの革靴を入れてるところがちょっといいなって
わかる、わかる、なんかあえてロングコートと合わせるんじゃないってところが、うん、ちょっとおしゃれだな。確かに、なんかスニーカーより革靴にした方が、うん、ね、クリスマスらしさ出るよね。デートっぽさが、うん、そうですよね。なんかこう、あ、ちょっとデートだと思って気合い入れてくれたんだみたいな気持ちになるかなって。格上げですね。格上げなんで。しかもさ、マフラー巻いてるからちょっとこっちが寒いみたいになった時にさ、巻いてくれそうじゃん。確かに。ちょっと、ま、ね、こう巻かれたいですね。そうしましょう、そうしましょう。あえて、あえてつけていかずに、はい、巻いてもらえるし。そうですね。ね、も背も高くてね。それはモデルさんの身長何センチなんだろう。180、おー、いいですね、やっぱり180cm。 これはもう女子トークですね。ずらっとして似合いますよね。ね、では次いきますか。はい、はい、続いて2着目はドライブイルミネーションデートということなんですけど、おー、ちょっとそれ聞くだけでちょっとワクワクしますね。ワクワクするね。お二人はどんなコーデで来てほしいですか。やっぱりドライブってことは、うん、上半身勝負じゃん、うん、結構こう、あ、確かに座ってても映えるような、そういうコーデがいいかね。あ、なるほど。こうなるから、なんていうの、あんまりこう、うん、ごわごわしてるのを着るのも難しいのかなって思ったり。あ、そうね、そうね。でも外出るから寒いから、うん、上着選びとかどうするんだろうなって。私、車の中だとやっぱアウター脱いじゃうから、脱いでも中可愛いのとかやっぱ着ててほしいんですよ、うん、あ、そうだね、そうだね。トップスがね、うんうん、ちょっとおしゃれなのだといいよね。ね、確かに。じゃあちょっと実際に呼んでみますか。はい、はい、それでは登場していただきましょう。どうぞ。おお、いいですね。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、めっちゃ好きです、私これ。ね、これいい、ね、ベージュで統一感出してるのがちょっと優しい印象で、え、柔らかい、すごい素敵。でもさ、男性のベージュワントーンってめっちゃ新鮮でよくない、うん、ね、ね、あと優しそうななんか雰囲気が出てて、ね、で、足元はスニーカーで抜いてるところもいいですね。しかもちゃんとかかとは、でも本当にさりげなくクリスマスカラーが入ってるってところもいいですね。確かに、ね、降りたら元気ですね、車から降りたら、降りた、ちょっと赤入ってるねみたいな。ぐらいの、じゃあちょっとコーデのポイントを説明しますね、はい、テーマですね。まず、リラックス感の中に漂う大人リッチ見えコーデということですね。ポイントは運転や車の乗り降りのしやすさを重視したスタイル、外に出る時の防寒も OK、 そのまま運転もできるダウンベストをチョイスされたそうです。ベージュのニットの色合いや素材感でリッチ感を出し、大人っぽさを演出しています。すごい素敵ですね。素敵です。でもやっぱ上半身映えがいいなって言ってたけど、これちゃんとこうニットにこうシャツもレイヤードされたりで、ダウンベストとか重ねられてたり、なんかこう 手が込んだ感じのコーデが素敵だなってすごい思いますね。あのタートルのニットからシャツの襟を出してるのがすごい高度だなって思いました。わかります、ね、思いつかないから、うん、何したくなる。普通のニットを1枚で着てるよりシャツがちょっと出てるだけで、うん、3割増しぐらいイケメンに見えるなんかキリッとしておしゃれだからすごい素敵。パンツのデザインも可愛いですよね。なんかどこのって聞きたくなる。わかる、うん、足首のところのリブが可愛い、うんうん、思った思った。なんか一個一個のアイテムが凝ってて、うん、すごい、このパンツどこで買ったの真似したいとか言って、そういう話になりそう、ね、なんか車の運転もやっぱり長時間だとね、しやすそうなパンツになってるなって、うん、いや、このコーデ着てる人絶対車の運転でイライラしなさそうだよね、うん、車の運転うまそうだし、ねえねえ、あの渋滞でイライラ怒んなそう、ね、怒んなそうで、優しそうだもんだって、だからバタッてしてチッみたいな風にならないだろうなっていう、わかんない、表現するかも、こういうタイプは意外と、こんな優しそうな格好だよ。まだわーってなる嘘やん。でもあの人に好印象を与える色合いですごくいいなって思いました、うんうんうん、同感です。温かみのある色でめっちゃいいと思う、ね、確かに、うん、次行きますか。次行きますか、はい、続いて3着目シーンはレストランデートです。おお、レストラン、クリスマスといえばだね。どんなコーデで来てほしいですか。やっぱレストランデートだったら、うん、まあ、ちょっとカジュアルすぎるのも困るなって思う。でもそれでもかっちりすぎてもさ、なんかこっちも緊張しちゃうし、確かに、いい具合の、いい具合のなんかカジュアルすぎないけど、うん、かっちりすぎなくてみたいなのがいいのかな。
バランスが取れた。バランスが取れた感じ。やっぱいつものご飯屋さんとやっぱ違うので、ちょっと特別感あってほしい、ね。そうね、そうね。そうですね。みゆちゃんはどんな感じ？私ですか、うん、ジャケットとか着てくれたらちょっとキュンかもしれないですね。わかる。普段ジャケット多分お仕事以外着ないかもしれないので、うん、特別感がすごい伝わるなって思いました。いいね、ジャケットいいわ。確かに、うん、確かに、はい、登場していただきましょうか。はい、では登場していただきましょう。どうぞ。ワク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 。素敵、綺麗。ジャケット持ってるよ、みゆちゃん。すごい。ジャケットめちゃくちゃいいです。いいです。ちょっとクリスマスっぽさが入ってますね。ね、ね、カラーも、うん、あ、ほんとだ。なんかさりげなくね、パキッとした緑っていうよりちょっとシックな緑がいい感じ。ポイントを読みますね。テーマがドレッシー×抜け感でムードを高めるセットアップコーデ。ポイントはレストランデートなので外はセットアップでドレッシーに、インナーはモックネックで抜け感を出したそうです。で、クリスマスカラーの緑色グリーンをね入ってますね。彼女との話題作りなんかもいいかもしれないですね。で、年に一度の特別な夜なので恥ずかしがらずコーデで特別感を演出すべしとのことです。おお、さすがプロですね。さすがですね。落とし込まれてますね。落とし込まれてます。ズボンの柄かわいいですね。思った、うん、このセットアップめっちゃかわいいね、うん、かわいい。ちょっとチェック柄になってる、なんか珍しい感じ、うんうんうん、チェック柄すごいおしゃれです。ちょっとグレーとブラックで重くなりすぎないのもすごくいいですよね、うんね、うん、あとニットもこのバイカラーになってるのがすごい素敵だなって思った、うんうんうん。やっぱモックネックってあれなんだ、抜け感が出るからいいんだね。やっぱなんかこのタートルネックよりちょっと半分ぐらいなのがモックネック。詰まりすぎてない方がいいんですかね。でも確かにこのさ、すごい詰まってるとちょっと、うん、なんて言うんだろう、こう決めすぎてるみたいな感じになるのかな。なんかこのね、程よい感じもすごい、余裕感みたいな、ね、いいですよね。余裕が出ております。あとこのニットの素材がなんかちょっとサラッとしてそうで、うん、なんか綺麗だなって思いました。確かに素材がカジュアル見えしないっていうのがすごいいいなって、うんうん、あのクリスマスマーケットの時はちょっとケーブルな感じで、うんうんうん、あ、今回この間のデートの時はちょっとカジュアルだったけど、うん、今回はちょっとつるっとしたニットで差を出してきたんだねみたいな。私のためにね。そう、私のためにちょっと違う感じで来てくれたんだって思うかも。ニットの感じが違っていいね。ちなみにジャケットを羽織るとどんな感じなんですか。見たいです。ね、ね、ジャケットを着てる男性かっこいいですかね。かっこいい。アクセサリーもいいですね。え、思った、うんうんうん、ね、リングがついてる、うん、かっこいい、あ、かっこいい。しかもさ、ジャケット着てる時普通シンプルなあのグリーンのニットだと思うけど、脱いだらバイカラーっていうのがサプライズがあります。みたいな、サプライズ。おしゃれ、おしゃれ、ね、え、このセットアップめっちゃかわいいね。あんまり見ないですよね。私結構シンプルだからみんな真似しやすそう。確かに、うんうんうん、なんかこれにシャツとかだと本当にお仕事って感じがして、 そうですね、まあ、それはそれでパリッとしてかっこいいんだろうけど、うん、こうやっぱこうカラーのニットを合わせるっていうところが、うん、こうおしゃれ感もありつつ、うん、デートだなっていう、特別なデートっていう雰囲気になって、うん、いいですね。満足度、満足度何パーセントですか。いや、もう 120% 超えてますね。未来の彼氏とのクリスマスデートをこんなんで来てほしいなって、もうチャインってしてるの想像した。乾杯みたいな想像しちゃって、いいですね。さぞ素敵なプレゼントも用意してくれてそうな雰囲気がね、求めるものが多いですね。私たちは欲張り女子も大満足の、はい、そうですね、高評価なコーデでした、はい、ということで3つのコーデどれもかっこよかったですね。かっこよかった。ちなみにどのコーデが一番良かったですか。めっちゃ迷うけど、うん、あのドライブの時のミルクティーワントーンコーデ、うん、あれやっぱちょっと福山雅治さんのミルクティー聞こえてくるよね。ね、え、わかる、聞きたくなるよね。聞きたくなるよね。ドライブで流しましょう。車で流しながら。いやー、なんかいい、うん、あれやっぱ好きかもしれない。うん、え、なん
か私はいつもだったらちょっと黒とかシックな感じが好きだから、うん、いつもだったら多分3番って言ってるんですけど、うん、2番が良かったです。ミルクティーカラーの。ちなみに私もです。本当ですか。総選挙第1位だ。ミルクティーコーデでしたね、うん、はい、男性の皆さん、よかったらクリスマスデートの際はぜひ参考にしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。